小倉競馬場第7レース3歳1勝クラススタートコースの 1700m 戦、出走馬12頭です。雲の切れ間から日差しが出たり隠れたりを繰り返しています小倉競馬場。風は向こう上面から直線コースの方向に向かってスタンドに向けて吹き込むような風の向きになっています。午前中細かい雨が落ちて表面少し黒ずみましたダートコース、両馬場の発表でレースが進行しています。その砂の上でのゲートイン、10番の名勝ジブリ収まって最後は11番のクラーベドラドです。11番ゲート収まって12頭ゲートの中です。スタートしました。まずは先行争いですが7番コンクパール好ダッシュ、まずは出ていって2馬身3馬身リードを取ります。二の足がついて12番の大聖ドレフォン差を詰めてきました。10番名勝ジブリ、さらには8番ルミナスフラックス、外から11番クラーベドラド、間からは5番のビナホイアン、4番アテンパーティー、その後後方寄りに9番のシンリミテスがいて、このインコースからは2番のヒデノレインボー、3番サヨノトレーダーと続いて1コーナーにかかります。7番のコンクパール今日は行き切りましてリード3馬身です。12番大聖ドレフォン2番手、10番名勝ジブリ3番手、外から11番クラーベドラド現在4番手から3番手を伺う位置、向こう上面に入りました。5番のビナホイアンがいて、内から8番ルミナスフラックス、前6頭3、4馬身圏内で1つの集団、2馬身3馬身開いて4番アテンパーティー、9番シンリミテス、間から3番サヨノトレーダー位置を開けます。後方にいた1番エルパソ動いていって、外から一気に後方から中段先段を伺います。後ろ2頭は6番スマイルバックと2番ヒデノレインボー、3コーナーへと向かっていきます。前はここで1番のエルパソ先頭に立ちました。体半分ほど譲ったところから引きません、7番のコンクパール2頭並んでいます。2馬身後ろ3番手、12番大聖ドレフォン、内からは10番の名勝ジブリ、4番手から3番手インコースへ、4コーナーに向かってまた内から7番コンクパール先頭の座を奪い返そうとする、外から1番エルパソ2頭並んで4コーナーカーブ直線コースに向かいました。それでもエルパソ前に出ようとする、内から7番コンクパール2頭の後ろ、外から大聖ドレフォン、さらには5番のビナホイアン、間をつこうと名勝ジブリ、エルパソ先頭ですが外からはじわじわっと5番ビナホイアン、内の狭いところから名勝ジブリ、間を割ろうと大聖ドレフォン、外から2投目12番大聖ドレフォン先頭に変わった。2番手は5番ビナホイアン、エルパス3番手、先頭は12番の大聖ドレフォン、わずかに大聖ドレフォンダックオーリン、2着はビナホイアン、3着エルパソ、12番大聖ドレフォン1着、5番ビナホイアン2着、1番エルパソ3着。時計は1分46秒後、上がりタイムゴールまでの 800m は51秒2、 600m は38秒8です。鮫島克馬騎手は今日3レースで勝っていまして、今日2勝目、このレースは3頭出走のドレフォン3区、そのうちの1頭12番大聖ドレフォン、後位外寄り追走から抜け出ました。5番ビナホイアン追い上げて2着、その後に1番のエルパソ、10番の名勝ジブリと続きました。7番のコンクパール積極策ではありましたが直線後退しています。1分46秒5の勝ち時計、12番の大聖ドレフォン2ヶ月半ぶりの実戦勝利を飾りました。背中鮫島勝間騎手とは初コンビ。小倉7レース1着12番の大聖ドレフォン、2着5番のビナホイアン、3着1番のエルパソ、4着10番名勝ジブリ、5着2番のヒデノレインボー。小倉7レース確定までしばらくお待ちください。人気の7番コンクパールが逃げて、はい、途中から1番のエルパソがレースを動かしてというそういった展開でしたけれどもね、はい、勝ちましたのは12番のドレフォン3区大聖ドレフォン、2着には5番のビナホイアンで、3着に1番のエルパソと入っています。2番人気4番人気3番人気最小オッズです。単勝12番 4.4 倍、枠連589.8倍、馬連5番12番 13.2 倍、馬単12番5番 24.9 倍、三連複1番5番12番 22.6 倍、三連単12番5番1番 108.8 倍です。確定までお待ちください。小倉